はい、皆さんこんにちは、ソラルです。パート8、早速やっていきます。まあ、前回のところから続けて撮ってるんですけどね。で、前回鉄の装備を作れるようになったと。でですね、鉄、あ、結構集めてきてね。どれぐらいあるかな。鉄、あれ銀だよな、これ。石炭、あ、鉄65個集めてきました。もうこんだけあればね、こんだけあればもういくらでもですよ。鉄インゴット99、どやー。木の扉、はんはんはん。草花スコップ、草花スコップ、草花かな。地面ごとそのまま掘ることもできる。剣の壁掛け、おお、かっこいい。鎧の置物、おお、見て飾れる。なるほど。へーへーへー。あ、ガラスも作ってみようか。ガラスもなんか作れたりするかな。ドレッサー、鏡を乗せたお化粧用の台。おお、ピリーに作ってあげたら喜ばれるかもね。ガラス窓、木の枠と透明の素材で作った窓。ほうほうほう、ガラス窓いいな。へえ、ちょっと、いろいろ作ってみましょうか。ガラス窓、作ってみよう。これやっぱ個数指定して作れたら一番いいんだけどな。ガラス窓と、じゃドレッサー作って、ピリンのところに置いてあげよう。ドレッサー。あとは、何作ってみようかな。スコップってこれ装備品かな。作っといた方がいいかな。もう装備品か。あとじゃあ、もう作っちゃおうか。鉄の装備。ああ、剣の壁掛け、これかっこいいでしょう。作ろう。鎧の置物、これもじゃあ作っとこう。 OK で、ちょっと待って、違う、まだなかなか操作になれないな。しまう、この辺しまって。バスタブか、バスタブって何。お風呂、あ、お風呂か。お風呂もちょっと飾ってみようかな。鎧の着物、剣の壁掛け、ガラスの窓、あれ？ドレッサーってもしかしてお城で手に入れてた？そんな気もする。あ、せっかくだし、おしゃれテーブルと木の椅子と、ドレッサーないな。ドレッサー。あった。やっぱりあったのか。じゃあこれをちょっと俺とピリンの部屋に、おっさんが、お前ら、ちょっと待って待って、とりあえずベッドを、あ、ドーナツ壊れた。でベッドとりあえず置くっしょ。ほらほら、お前何やってんだ。ベッド置く。でピリン用のドレッサーを、あ、じゃあここを2人の、なんだ、俺とピリンの生活用の部屋にしようね。で、おしゃれテーブルもこの辺に、こう、この辺かな。どうしようかな。こういう時ちょっとね、俺ね、配置のセンスとかが全然ないのでよくわからないんだけど、木の椅子をここに置いてあげて、ドレッサー2個いらないだろうな。窓でかくない？窓いいや。ちょっと思ったよりでかい。窓どうしようかな。窓この辺つけてみようか。壊れてしまった。大丈夫。壊れても。OK。なんか思ったよりでっかい窓ですね。後ろにつけるべきだったね。今更ながら。こっちにつけてみようか。これじゃあ、むさ苦しい男部屋に窓つけよう。
で、ここに、ほ、あれ、あ、ほ、どうや、これでこうちょっとむさ苦しさが軽減されたのではないでしょうかね。今なんか壊したな。ベッド1個壊しちゃった。ちょっと待って。ベッドを置いてあげて。はい。で、ガラスの窓もここにつけると。あれ？あ、松明壊しちゃったのか。松明ないと部屋として認められないからね。松明を。じゃあこっち端とかに。今なんか拠点を狙うモンスターがなんとかって、拠点を狙うモンスターがなんとかって、出てなかった？あ、やっぱり。待って、今武器ないんですけど。武器ないんですけど。大丈夫？こんだけ？大丈夫だったかな？あと、俺とピリンの部屋に必要なもの。あー、あれか。これだ、鎧の置物。これちょっと飾ってみよう。この辺に行こう。場所あんまり取らないね。おー、かっこいい。バスタブか。バスタブいいな、別に。どうしよう、バスタブ。バスタブ置くとこないなぁ。ちょっと、この辺、とりあえずこの辺置いとく。あとでちょっと部屋をもう一部屋ぐらい増設した方がいいかも。お、入れる。わあ、なんか、何なんでそんなに凛々しいの君は、お風呂に入ってるとき。なんか、あ、見に来た。すごい凛々しい主人公、お風呂入ってるとき。ちょっとここにバスタブ置くの失敗かもしれんな。こいつら何してるんだろう。ああ。まあ、いっか。じゃあ、メインイベント行きましょう。鉄装備。早速。鉄の剣。これ2本ぐらい作っとこうかな。しばらく使うと思うからね。鋼装備もあるのかな。鋼ってどうやって作るんだろう。鋼の鉱石があるのかな。鋼って合成金属だっけ。大金槌も2個ぐらい作って、鉄の鎧。これは1個でいいよね。鉄の盾。これも1個でいいな。よし。じゃあ、今回のサムネ。画像。もっと寄ってほしい。よし。で、装備。違う。これ、ボロい方だよ。鉄の鎧、鉄の盾、鉄の剣、大金槌。これ外そう。鉄の剣、あー、でも大金槌の方がかっこいいかな。なんか、強そう。強そう。おー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 おお。よし、これ今回のサムネね。決定。めちゃくちゃ強くなったでしょう、これで。スライムにどれくらいダメージを与えられるか、じゃあちょっと見てみよう。さあ、実験台にされるスライムはどこだ？いた。こいつを、じゃあちょっと、剣のサビにしてやろう。せっかくだし、溜め攻撃。くらえ！ 42。あれ？なんかそんなに10ダメージぐらいしか変わんない気がする。あ、でも一発15はでかいな。おー、一発15ダメージか。かなりこれで戦いやすくなったんじゃないかな。というわけで、じゃあ、装備整えたので、クエスト行ってみましょうかね。ほら。おお、でかしさを揃える。伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵を連れてきたのだな。魔物が、ピリに化けていた。あ、そう。うん。ああ、魔物たちは我らを警戒し、監視しているようだ。それゆえ、我が輩やピリのことを知り、そう、ロロンドのこともね、知ってたんだよね。なるほど。さらに町の守りを強化せねば。とにかくご苦労であった。はい。雪の兵に、町の守りを固める何かをこう、教えてもらえばいいのかな。
道の木の実食べて、これでも75だ、だいぶでかいな。あち新しい町人翔太から聞いたのだが、雪の日が捕まっていたドムドーラにはあピラミッドが存在する。ああ強いモンスターいるって言ってたな。火を吹く石像があればもっともっと強力に町を守れる。とんでもない防壁が作れる。そりゃそうでしょうね。頼まれてくれ。この町の防壁をさらに強力なものにするためにピラミッドから火を吹く石像を2体持ってくるのだ。ほんほんほん、なるほど。オッケー、じゃあピラミッド行ってみましょうかね。おお、武器と衣装の部屋になった。へえすごい。お、そして町のレベルがレベル4に上がったぞ。へえ、なんか変わるのかな。めっちゃ来るね、めっちゃ来るね、めっちゃ来るね。でも特に何か変わるわけではなさそうですね。おー、たどり着きましたね。これかピラミッド。なんかモンスターめちゃくちゃ強そうだな。悪魔の騎士とか普通に出てくるようになっちゃった。こうなんか物語中盤って感じしますね。ひー、うわ、お前もボスだったもんな。つかこいつら二人ともボスだったもんね。うわー危ない。うわー強い。薬草じゃちょっと回復足りないな。うわ怖い。うわ突進系の敵やだわ、嫌い。まだ回転系の方がいい。おお危ない。まあ、とりあえずちょっと戦闘をほどほどにしていってみましょう。なんか竜の、うわ竜王の城の音楽じゃないこれ、違う、洞窟の音楽だったかな。そしてこう入らないでてっぺんに行くっていうね。てっぺんからこうガンガン壊していったらさ、一番いいところにたどり着けたりしないかな。どとかね。うわーでも降りるのは無理そうだな。落ちて死んじゃいそう。しょうがない、正面から行きましょう。おほほ、すげえワクワクする。すごいぞドラクエ、ドラクエだこれ。あなんかこう入り組んでるね。あ人がいる、え人がいるの、なんでモンスターがいるんじゃなくて、なんて神々しい石像でしょ。んどれの話、あこれ、あこれか、火を吐く石像って。火、人間の時代はもう終わりださ。あんたも火を吹く石像に祈りを捧げな。こいつら絶対モンスターでしょ。いい、壊しちゃって。もう死んで祈りを捧げている。今や魔物こそこの世界の王者なんだ。人間は魔物たちに従っていくしか、生きていくしかないのさ。なんだこいつら。そんなもんな。こうしてやる、こうしてやる。おりゃ、おりゃおりゃおりゃ。おりゃ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 。我らの祈りを妨げるとは人間め許しやせぬぞ。ここから脱出せよ。逃げるだけでいいんかな。ちょっと待って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 、ちょっと落ち着けお前ら。ぐー、あやばいやばい、死ぬって死ぬって、ちょっと落ち着けお前ら。おい、さよなら。いや本当はあの中心からキメラの潰せパーって帰れるかと思ったんですけど、さすがにそんなに美味しい話ではないね。よし、うわ襲ってきた、さよなら。うっいきなり人間が乗り込んできてこう大事な石像をバーンってぶっ壊してこう持って帰るってなんかかわいそうだな、ちょっと。ロロンド、とりあえずロロンド。え、拠点を狙うモンスターが現れたって書いてあった？お、街に入ってから頭の中にかかっていた模様が晴れた気がする。
世界が闇に包まれていると人の気分までおかしくなってしまう。うん、そうだね。この街は明るいからな。うわ、やだな、この絵。あ、やだな、この絵。うわー、なんだこれ。このおっさん二人に。あー、ピラミッドね、行ってきた今。お宝も眠っている。へえ、お宝取ってこようかな。火翼石像を運んできてくれた。うん、盗んできたよ。鋼の守りが作れる。ほうほうほう。そんなすごそうなものを作って平気なのか。うん、雪の兵から聞いた。街を発展させれば巨大になる魔物によって街が滅ぼされる。なはは、お主まさかこんな話を真に受けておるのではあるまいな。いや、フラグだからそれ。心配するな。お主のものづくりの力と我が輩の頭脳、そしてメルキド力があれば、メルキドを復活させこの地域を支配する魔物の親玉を倒すことも夢ではあるまい。まあね、守りに入ってるうちはね、モンスター倒せないからね。俺もどっちかっつうとロロンド派かな。来ましたね、早速。しかしもうね、余裕ですよ。みんなも装備強いな。鉄装備、あれ？これなんだこの装備。すごい強そうな装備だ。で、ピリン。ピリンが料理作ってくれって言ってたから、ひょっとして私のために新しい料理を作ってくれてるの？赤い扉で行けるドムドーラ。その人会いましたよ、さっき。お腹に溜まって力が湧くような料理。お腹に溜まる何かをお肉に挟めるができる。お腹に溜まる何かか。なんかあったかな？パンかなんか作れたっけ？あ、小麦からパン作れたな。パンを、あのモンスターのお肉を挟めばいけるかな。とりあえずパン作ってみ、今。うさぎステーキ。あれ？小麦って取ってなかったっけ？あったあった。あれ、小麦じゃない。あれ、前回小麦取ったと思うんだけどな。取ってなかったっけ？あったあったあった。やっぱ取ったよな。小麦でなんか作れないのかな。作れないみたいですね。食器とりあえず作ってみようか。食器を3つ。食器から何もひらめかない。うさぎステーキ、じゃあ作ってみましょう。うさぎステーキ、ひらめかない。あ、そりゃそうだわ。そりゃそうだわ。だってさ、あれだもんね。おっと。ああ、物作ろうという工夫をしてるんだね。でもできないんだ。小麦のある素材があると。はいはいはい。作る。で、あれですね。これ、レンガ。レンガ料理台。料理を焚き火で作れるんだ。OK、ちょっと待って。焚き火を作ればいいんだな。焚き火。焚き火を作って、料理用焚き火を作って、料理用焚き火を作って、ピキン。そして、レンガ料理台。これでしょう。OK。で、このレンガ料理台をですね、どれだ？これを、この辺にまとめちゃおうか。そうだね。どうしようかな。ちょっと待って、これ取り出そう。ああ、取り出せない。ちょっと待って。大きくしようかな。じゃあちょっとこの部屋大きくしますね。はい、大きくしました。大きくしたんですけど、あのね、このレンガキッチンだけで前と同じ料理も作れるみたいですね。で、パンを作りましょう。小麦。このレンガキッチンがないとね、パン作れなかったみたいですね。小麦を取っていても。で、ハンバーガー。これだ。このハンバーガーが多分、お、うさ豆バーガー。うさ豆バーガー。パンとかごをひらめいた。ほんほんほん。うさ豆バーガーってなんだろう。
うさぎステーキと枝豆。おー、パンとうさぎステーキ。うさぎステーキじゃあ両方こう2個作って、ハンバーガーとうさ豆バーガー作ってみましょう。そのうさ豆バーガーとかさ、完全にうさぎ食べてるもんな。モンスターやっぱ食べるんすね。そしてピリンのクエストを、うわーすごい、私のために新しい料理を作ってくれたんだね。そうだぞ、ハンバーガーって言うんだ。とても独創的な料理だね。名前はどうして知ってるんだろうね。お前が食べんのかーい。私も新しい料理を、骸骨の玉に土蜘蛛とドラキの尻尾、それと桃柿の実を入れて、とりあえず桃柿の実を入れるんだね。そして土で煮詰めるのは変わらないんだな。まずはロロンドに一度味見してもらうね。はい、ロロンド、さよなら、君のことは忘れない。ね、サラダプレートで、時間もそろそろいいところなんですが、あ、やばいやばい、これはいるわ。あ、モンスターの卵持ってたね。モンスターもいいところなんですが、ちょっとこのロロンドのね、戦闘マークが気になるので、戦いましょうか。よし。え、ちょ待って、新しい防壁作ってないんですけど。新しい防壁。新しい防壁の作り方。設計図。ちげえ。あれ？作れる？あー、普通に設置しろっつうことかな、これを。火を吹く石像、普通に設置すればいいんだ、多分。じゃあ、これを、どうしようかな。ここら辺に、ほい。両脇に、脇を固めていく感じでね。大事ですからね、やっぱり。ここら辺に、こんな感じでいいのかな。じゃあこれで一回寝て、モンスター倒してみましょう。あ、ちょっと俺のベッドこっちじゃねえ。ここだ。これ、これ。さあ、迎え撃ちましょう。うわあ、おはよう。行くぞ。どこだ？ムムソラリオ。オッケーオッケーオッケー。倒すぞ。かなり強くなったから。でもモンスターも強いんだろうな。竜王軍バトル。鎧の騎士。おー、さこい。さあ、こっちに来てみろ。ほら。おお、おお、強い。いいね。おお。お、あれ、いない。もう倒しちゃったの。え、おしまい。なわけないよな。モンスターを倒せ、7か。よしよしよし。余裕じゃないっすか。おお、大サソリ。あれ？炎食らってるんですけど、主人公。そりゃそっか。食らうんだよな。そりゃそうだよな。大サソリ軍だ。そっかそっかそっか。近寄らないようにしないと、自分も。オッケー。どこだ？隊長。どこだ？来た。悪魔の騎士。悪魔の騎士かな。おお、突進。よし、もうちょっと殴りでしょ。ここまで来れば。オッケー。余裕だ。やったぜ。
オッケーオッケーオッケー。命の木の実を手に入れた。そして街がピカーってなって新しい仲間が来る。おおすごい、もうすげえ人いるな。そしてこの壁の中に一人いる。音ダメだ。じゃあとりあえず今日ここまでにしておきます。ありがとうございました。次回どうなっていくのか楽しみですね。新しい旅の扉とかがそろそろ出てくるのかな。じゃあ次回パート9でお会いいたしましょう。ありがとうございました。